いい子だ、影。どんな鎧でも結構です。では、俺たちがいるらしい。ジン、こっちに来い。マサコ殿、ご家族の仇について何か。形状の中にサダオの名を見つけた。そやつはクタの村長だ。クタは足立家の領地。なぜ刃を向けた。恩知らずの裏切り者だからだ。夫が奴を村尾さんに選んでやったというのに、あろうことか恩を仇で返すとはな。あの忌まわしき夜、奴は来たからに。逃げたと聞いた。あなたが生きていたからか。サダオは悪知恵の働く男だが、弟の八郎は能なしだ。寺の近くで食料を運ぶ姿を見かけたな。おそらく隠れて兄に届けるのでしょう。八郎をひっ捕らえてくれるわ。見失う前に出立するぞ。宿での件があったゆえ、寺においでとは思いもよらず。サダオの弟を見張るついでに一族を弔ってやりたかった。すでに葬儀は済ませたのですか。犯人を殺すまで辛抱する。父上が死んだ夜に別れを告げたのですが、痛みは癒えました。埋葬はしたぞ。それで十分。食事は毎日取っておられるのですか。ああ、昨日は米と魚を少し。若い武士でも腹を満たし腕を休ませねばなりませぬ。お主、この私を年寄り扱いするか。めっそうもない。腕は動く、心配は無用だ。そろそろ八郎に追いつく頃だ。どの道を行ったのでしょう。
どちらも人が通っておる。調べてみましょう。近くにおるはず。そこにおる男、荷車。あれが八郎、貞男の弟だ。何も忘れてないんだ。あれはどこだ。何も忘れてないんだ。あれはどこだ。動いた。では後をつけるぞ。近づきすぎて見つかるなよ。